セオドアルーズベルト国立公園セオドアルーズベルト国立公園ティード・ローズベルトナショナルパークは1978年11月10日に設立されたアメリカ合衆国の国立公園で地理的に三つに分かれたノースダコタ州西部の悪地構成されている公園は公園内で現在保護されている牧場を数年間所有してそこで働いたセオドアルーズベルト大統領にちなんで 名付けられた。公園の面積は、3つの地区を合わせて 285km、110平方マイルである。3つの地区とは、北地区南地区、エルカホーン牧場である。公園の南地区は、メドラ近くの週刊国道94号線沿いにある。北地区は、南地区の北約 130km、80マイルに、位置し、ワットフォードシティのすぐ南で、 アメリカ国道85号線に設定いる。ルーズベルトのエルクホーン牧場は、北地区と南地区の間、アメリカ国道85号線とフェアフィールドの西およそ 32km、20マイルにある。公園全体は、リトルミズーリ国立大草原の中にあり、リトルミズーリ川が公園を流れる。マーダーヘイ歩道が3つの地区を結んでいる。公園を訪れる人は、 年間40万人強、2006年は43万5359人である。ルーズベルトは1884年、妻と母が同じ日に亡くなった後、人生をやり直し、悲劇から立ち直るためノースダコタの牧場に旅した。スード東部へ帰ったが、2年間のほとんどを牧場で働いて過ごし、東部の新聞や雑誌に自分の経験を細々と書き留め発表した。 東部に帰り、政治の世界に戻っても、永遠に消えゆくフロンティアと西部のカウボーイと、牧場主の生活を支持していたであろう。公園のうち 1, 1 2 1 1 k 九2 9 9 2 0栄ー,ーは、セオドアルーズベルト自然保護地域として保護されている。公園の、両地区とも景色の良い自動車用、道路、何マイルもの歩道、 乗馬道があり、未開地でのハイキング、キャンプができる。自動車で、キャンプできる場所が3カ所あり、うち南部に2カ所がある。アメリカバイソンは、通常景色の良い自動車用道路から見え、道路脇でしばしば草をはんでいる。公園は、季節の変化を見事に風景で表す。春には芽を出しかけた植物と湿気が、岩の上線を緑、青、赤、白で際立たせる。 夏には赤いクリンカー、地元ではスコリアとして知られる自然に焼けたいわ、秋には琥珀色の草原型を圧倒する。冬はほとんど色彩を描き、景色は薄い雪の層に覆われる。公園は未開地でのハイキングに向いており、いずれかの公園事務所で許可を受けられる。何日間も他の人に会ったり、人間の夜、開発の形跡を見たりすることなく、ハイキングすることもできる。 公園はほとんど、農務省林野部の国立草原に囲まれている。山よもぎが、公園のほとんどの場所に生えており、ほとんど一年中心地よい香りを振りまいている。非常に空が暗く素晴らしい星空観察ができ、北極光が見える。しかし条件は厳しく、ほとんど、あるいは全く自然の水はなく、夏の気温は長期間接三35度、95を下回らないこともあり。 冬は摂氏30度、20を上回らないことがある。アメリカバイソンは非常に危険で、特に分娩する春は危険である。運転手が近づきすぎると、車を破壊することで知られている。多様な野生動物、例えばアメリカバイソン、アメリカアカシカ、プロングホーン、プレーリードッグ、コヨーテ、馬、ビッグホーン、七面鳥、ガラガラヘビを見ることができる。 アメリカバイソンとビッグホーンは1956年絶滅しておよそ75年後に南地区に再導入された。アメリカバイソンを商業的な家畜から分けるために公園全体が鉄条網で囲われている。北地区はバイソンがここに再導入された1962年までフェンスで囲われていた。公園はおよそ500頭のアメリカバイソンを収容することができ。 この数字以下にバイソンの数を保つため、狩り集めに頼っている。捕まえられたアメリカバイソンは売られる方の公園に行くか、インディアンに売られる。公園内の野生場は、時々、狩り集めが行われ、約100頭の水準で維持されている。ルーズベルトのエルクホーン牧場は、離れた滅多に訪れる人のいない場所で車で簡単に行くことはできない。 牧場へまっすぐ行く道は、フェアフィールドの国道85号線である。砂利道を進むと、リトルミズーリ川の西およそ20マイルにまでたどり着く。一旦川に着けば、川の深さ次第で、徒歩あるいは場合によっては四輪駆動車で浅瀬を渡らなければならない。実際の牧場までは川を越えて1マイルのハイキングである。歩道の起点の来園者の記録によると、2006年は7月までの 訪問者が20人に満たない。牧場にはほとんど何も残っていない。かつての建物の輪郭がフェンスで囲まれているが土台すら残っていない。国立公園局の地図と掲示板を除いて、ルーズベルトの時代からおそらくほとんど何も変わっていないのであろう。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。